あ、先生じゃんおいっすーあれなんでまだ先生帰ってないの残業 <laughs> マジ私の歳子作るために残業してんのやばー先生マジ神じゃんあずまーすえ勉強ちゃんとやったかすかあいやいや今日も点に遅刻して4時間目から来た私が勉強やってると思いますああはは。<laughs> 先生もう怒んないでよ私だってやりたい気持ちあんのよでもねでもねなんかやる気起きないよね人間って不思議あってかてか先生聞きたいことあんだけどいいえー、その前に勉強しろとか先生真面目すぎいいじゃんいいじゃんちょっち質問するだけいいでしょあそうだ質問に答えてくれたら勉強するよ もちもちマジであたし不真面目だけど約束は絶対守っからねえ先生信じて <laughs> 先生ありがとううんじゃあ質問なんだけど先生って保健室の先生と熱いってマジ <laughs> めっちゃいい反応すんじゃんやっぱマジなんだへえ先生があの美人な保健室の先生とね あーなんで知ってるかとかどうでもいいじゃん今大事なのは先生の不定行為っしょ何がとか話そらすなし保健室の先生既婚者っしょあたし知ってんだよねなんでか気になる実はねあたしのパパあいや元パパかそのパパがねなんか最近再婚したんだって ねえその相手の写真見せてもらったのえへっニブチンの先生でも意味分かるよねんっ何どうしたんそんな青ざめちゃって <laughs> そうだよね既婚者と浮気なんかしちゃう公務員の先生は首 <laughs> まあ首で済めばいいけどねあ、なんでかって あ、言い忘れてた私のパパはバリバリのこれ系なんだそうそう今でも現役バリバリでさ私の元カレとかもボコボコにしちゃってねあの時はマジでヤバかったわ先生わかるっしょ娘の彼氏でもあんなボコボコにしたのに嫁の不倫相手とかどんな目に遭うかまあ例えばコンクリ詰めにして海に沈めるとか ウケる先生大丈夫めっちゃ顔青ざめてっけどそんなに怖い <laughs> そっか怖いんだじゃあさ先生私が助けてあげよっかうん私ねこう見えて結構横のつながりあんだよね保健室の先生実は他にもたくさん男いんだよね <laughs> 先生のショック受けてる顔マジおもしろすぎっしょ まああの人は魔性の女だからねしょうがないっしょでその他にいる男の一人がさ私に借りがあんだよねまあ結構な大物だからさパパも手を出せないしそっちになすりつける感じで話しつけたら万事解決えー、先生さ何が目的とか何でそこまでするんだとかありきたりな質問はやめよう 大切なのは私の提案を受け入れるか、お魚さんの餌になるかの二択っしょ <laughs> いい返事じゃんじゃあ、あ私の方で話しつけとくから、先生は安心して今まで通り過ごしてよあ、知な言わなくてもわかると思うけど、もう保健室の先生とは関わっちゃダメだよま、夜の方が寂しくなるかもしんないけど、安心していいよ先生んどういうことかって そんなの決まってんじゃんこれからはさ私が先生の相手してあげるってことだよあ先生に拒否権とかないからさっき私がやってあげたこと考えたらね <laughs> じゃあ決まりね先生ってことで私のカレピ記念ってことでね、<laughs> 先生またとやっちったね 同僚の先生と浮気してで次は教え子と誰もいない教室でキス先生本罪者じゃんウケるまあでもそれはお互い様ってことで私も先生のこと誘惑してたしいろいろ裏で悪いことしてたしこれで脳幹ねさあ先生これからいろいろよろしくね大好きだよ